でただそれが2つあるのでここではどちらが適正かを選ぶわけですはい根拠誰々を、はい、目的語がある誰々を座るじゃおかしいよね誰々を率いる連れていく目的語を伴うのはこっちじゃないですかはいこれはさてこちら「イテコはい」イの方は これや行,、ねはい、行はねこれを奪いやすいのああ行じゃないよ大丈夫あ行に入れるのはこれだけですよということは、ね、実践ポイントの方であったと思いますあ行はこれだけはいこれはや行ですや行のね上一ってねやをいるなんですよ漢字で書くとはいここはちゃんと行の区別ができるかというところを問うていますはい 行の区別ができれば「や行」と分かれば矢「や」をいるこれです。矢「や行」は「や」をいるこいつだ。はいそしてこれ。何て読む?「く」じゃないよ。「こ」だよ。根拠は直後。「命ずる」ってあるよね。命令してるわけですよ。はい鍵学校は直後にちゃんと根拠ありすると「ああ命令形なんだからいてこい」となるわけです。はい。 まあもうあま今回採点基準は、はい、ここ「連れて」と判断できるはいこっちだと判断できて A のポイント「いてこいと」と、ね、でもね「勝ってこい」でも「殺してこい」でも何でもいいですおなじみやったらな「いてこい」と命令まで分かってこっちが B のポイントはいこの2点となります